アックアックとは、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバである。1970年前後に活躍し、シュボバとしても成功、ヒムヤー系存続に貢献した。馬名は、後者法を意味するアクアクに由来。2歳児は、10月にベルモントパーク競馬場でデビュー。2戦目で勝ち上がり、3戦1勝、2着2回の戦績で2歳シーズンを終えた。 3歳時は1月17日の一般戦を勝利すると、連投で出走した、翌週の一般戦で、アーツレターズ以下に勝利。さらに、バハマズステークスを制止3連勝で重賞発制覇を飾るが、エバーグレイズステークスは、アーツレターズに雪辱を果たされ4着に敗れる。4月末に行われたダービートライアルステークスでは1分34秒4の、 レコードタイムで後続に7場審査をつけて圧勝するが、陣営の移行により、マイル路線を進む。さらにウィザーズステークス、アーリントンクラシックステークスに勝利し、3歳シーズンを終えた。4歳になった、アックアックは、拠点を西海岸に移す。初戦の一般戦こそ4着に敗れるものの、その後4連勝。9月には、ダート5.5ハロンの一般戦は、 コースレコードの1分02秒2で走破している。5歳を迎えると円熟期を迎える。パロスベルデスハンデキャップこそ2着に敗れるものの、7ハロンのサンカルロスハンデキャップ、8.5ハロンのサンパスカルハンデキャップ、9ハロンのサンアントニオハンデキャップに勝利。そして自身最も長い距離となる10ハロンのサンターニタハンデキャップではクーガーを下して勝利する。この後も勢いは止まらず。 6月には半分近く距離を短縮された5.5ハロンのハリウッドエクスプレスハンデキャップに勝利すると初の芝レースとなったアメリカンハンデキャップはレコードタイムで勝利。引退レースとなったハリウッドゴールドカップでは自身初となる134ポンドの国領を背負いながらゴール板を一着通過。距離、芝、ダート不問の活躍を見せ、 この年の年度代表馬、最優秀子馬最優秀スプリンターの3部門を受賞した。この年を最後に引退すると、その後はクレーボンファームで種ボ馬として強要された。種ボ馬としても成功し、ブロードブラッシュ、ユース等の3区を排出。約600頭の3区のうち54頭がステークス競争優勝馬となった。ブロードブラッシュは後に、 北米リーディングサイヤーとなり、当時すでに衰退しつつあった、ピーター・パンや、ブラック・トニーの一族に代わって、ヒムヤー系を代表する勢力になった。また、母の父としても優秀で、95頭のステークス、競争優勝馬がいる。アックアック自身は1990年に死亡、長年守護馬として供養された、クレーボーンファームに埋葬された。 1986年アメリカ競馬殿堂入り。1999年競馬専門誌であるブラッドホース氏による20世紀のアメリカ名馬百選第44位に選出。ありがとうございます。